になっちゃう。かわいいね。おいで、配信してるよ、みんな見てくれるよ、おいで。かわいいね。もう天才っていう名前の方がいいね。おいおい、いたずらするな。全然天才でしか反応しない。見したい、みんなに見したいぐらい可愛いのお顔が。北海道毎月、いいな、私より行ってるじゃん。ということでね、まあ、ゆったりゆったりお話ししていく時間にしましょうかなと思いまして、ね、チェギちゃん今日する予定なかったんですけど、数名今日リクエストが来てたので、この後は8時半からチェギちゃんの枠を、あの10人だけ枠を用意したので、ぜひぜひあの来てください。リクエストした人は絶対来てよね。今全然、今多分キックスぐらいしか買ってくれてないけど、多分キックスはリクエスト私なんかにしないと思うから、多分本当にリクエストした人多分まだ来てないよね。ということで皆様こんばんは。今日のじゃあ私の一日は、まあ、舞台の稽古場に始めていきまして、 PCR 検査をしてきました。そして空き時間があったから、3時間の空き時間があったので、空き時間でマジどうしようと思って、3時間もあると思って、でほのちゃんのタンプレを買って、そう、ほのちゃん来たの、おいで、映る、おいで、逃げました。そう、ほのちゃんのタンプレ買って、で自分のでマック、あのコスメのマックね、コスメのマックでほのちゃんのタンプレを買ったんだけど、自分の分も欲しくない、自分のずっと欲しいなと思ってたやつも試したらめっちゃ良かったから、そう欲しくて、でこの間の撮影の時にメイクさんがつけてくれててめっちゃ良くて、そっからずっと気になってて、で自分の買って、お洋服も一着買っちゃった。やっぱ空き時間ってダメね、お金使っちゃうそうで、お洋服買って、しかも明日私服の撮影があるんですけど、全然明日とはかけ離れた、めっちゃカジュアルの普通に普段着るお洋服を買っちゃった明日のお洋服買えよっていう話なんですけど、タンプレ違うよ、あの食べるマックじゃない、コスメのね。みんなこんばんはって挨拶してくれてる、嬉しい、こんばんは、カトチー、キノコありがとう。で、その後はほのちゃんと交流してインフルエンサーエキスポっていうところに、招待していただいて行ってきました。そう、いろんな商品をもらって帰ってきたからまた紹介いたします。そう、インフルエンサーエキスポっていうのにほのちゃんと行ってきました。たくさん本当にもらいすぎてどうしようっていう感じです。謎なばっかなの、そんなことないよ、そんなことない、足パンパンだよ。ナスのイメージ多いんだ。でもナスと仲いいけど、本当になんだろう、ビジネスコンビとかじゃなくてマジで本気で仲、なんか LINE してない人多分ない、毎日ほぼ LINE してるし、プライベートでもめっちゃ会ってるし、そう、ただ最近構ってくれないのそう、最近構ってくれないの、そう、そうなのよ、かまってもらってんだけどねかまってもらいすぎてるんだけどね。遠
生の時もなずなとだけご飯行ってない。そんなことない。空き時間でみんな睡眠をとるメンバーが多いだけ。外で歩くぞっていうのが私と夏ぐらいなだけだと思うよ。で、そう、今日ほのちゃんと今日さ、びっくりしたのがさ、普通に歩いてて、そのインフルエンサーエキスポの会場向かって歩いてたらさ、タクシーから降りた瞬間の女性にさ、ゆきさんって話しかけられて、マジで一瞬仕方しようかと思うぐらいのなんか勢いだったの。誰と思ったらほのちゃんでさ、携帯忘れたんですって言って、で会場がここっていうのだけなんとなく覚えてて、タクシー乗ってきちゃいましたって言って、そう、フフフ。ほのちゃんタンプレ喜んでくれたかな。マックのねクレンジングをあげたんだけど、私誰かにもあげたんだよな、マックのクレンジング。誰だったかな、誰だったかな。で、そう、マックのクレンジングマジ優秀で、そうそう、ダブル洗顔不要でめっちゃいいの。あー天才かわいいね。100点だよ、かわいさ世界で一番かわいい、ウサギの中で。うん、かなちゃん、ウサギって何食べんの？主食はそのドッグフードとかキャットフードみたいな感じで、ペレットっていうのがあって、それとあとチモシーっていう牧草、草かな。そう、今日巻き巻きツイン、ちゃん、え、ちゃんちゃん、びっくりしたんだけど、どうして、どうして、ちょちょチャンさん、チャンさん、キノコありがとうって言うとしたらさ、クマちゃん入ってるし、一流百選も1万円だよ。間違えた、ユキチリンだよ。頑張ったって、ありがとう。ありがとう、ゆきちりん、ちゃんさん、ちゃんさん、ありがとう。何しよう。何して遊ぶ、ちゃんさん。ありがとう。こういう水前髪もいいか、こういう。ちゃんさん、あ、デビュー、初めて、初タワー、ありがとう。何して遊ぶ、ちゃんさん。何ごっこする、あ、今日夜ギフトレするからみんな見てね。何時ぐらいにしようかな、またツイッターでお知らせするわ。マジギフトレ本当に私取れないんだけど、なんかみんなさ結構さもう取ってるじゃん、メンバー。マジでやばいんだけど、マジで取れない、どうしたらいい。アイラ、アイラっていう名前めっちゃかわいい。チェータのギフトめっちゃ取って、マジで羨ましい、取れたことないギフト。あれハマるよね。全然動かなかった、一生ね。え、みんなすごい続々と撮れてるよね。私さ、なんか全然やってない人みたいになってるけど、やってんだよ。めっちゃやってんだよ。全然撮れない。
どうしたらいい？どうしたらいい？チャンさんとギフトレフリンする？チャンさんそれでいいの？いやマジで細毛が可愛い。鼻ひくひく鳴らして寝てるわ。可愛いね。ね。なんか睨まれてんだけど。ギフトレフリンする？レイ、初見さんこんばんは。ギフトレフリンでいいよって。いかのざわさんこんばんは、こんばんは。よし、じゃあ光るお千葉ありがとう。ではチャンさんとギフトレフリンします。なんだよギフトレフリンって。それではチャンさんからゆきちりんをいただきましたので、ギフトレフリンします。よーいスタート。もしもし、ちゃん？ね、何してるの今？あ、ギフトレしてんの？ギフトレめっちゃ難しいよね。勇気もやってるんだけどさ、全然取れなくてさ、今度教えて。え、いっぱい取ってんの？ね、教えて教えて。うん。え？ 10 冊も取ったの？やばいね。そんなに勇気のさ、フォトブック10冊もいる？6冊しおりちゃんで4冊かなちゃん。え、それめっちゃリアルなやつじゃん。ゆうきとゆうきおしって、一生ゆうきだけって言ってたのにさ、しおりちゃんも推しメンになってさ、で最近はさ、かなちゃんもいいみたいに言ってた。めっちゃリアルなやつじゃん。え、ゆうきの1冊も取ってくれてないの？悲しい、悲しいよ。勇気だけって言ったじゃん。まあいいや、気を取り直す。今からさ、チャンさんのお家に行くからさ、だからさ、ギフトでさ、コツ教えて。いい？やったー、ありがとう。じゃあ今からチャンさんのお家行くね。バイバイ。よいしょ、準備して、ピンポーン、ピンポーン。あー、久々。ねえねえちゃんくん、ギフトレ教え。え、ちゃんくん中に誰かいるの？え、でもなんか今なんか物音したよ。気のせい？じゃあちょっと入るね。え、金貨までしかダメなの？え、なんで？え、ちゃんくん、ゆうきにさ、ギフトレ教えてくれるって言ったじゃん。誰がいるの？え、なんで？なんでナズがいるの？どういうこと？え、ナズと付き合ってるの？そんなひどい。全然ナズの名前今まで出てきてなかったのに。もうユキ帰るからね。いいの？もう一生ちゃんくんとはお話しないからね。いいの？もうちゃんくんの連絡先も消去。もう消したから。いいの？何？あ、私のために、私のサプライズをするためにナズちゃんを家に呼んでいろいろ作戦練ってたの？私の生誕祭を考えてくれてたの？もうなんだ、よかった。それならそうと言ったよね。ちゃんくん、これからは一生勇気だけって約束してね。ギフトーレも勇気だけだよね。ギフトーレね、フォトブックをいっぱい撮ってないね。勇気との
時間をいっぱい取ってね。終了。終了です。ギフトで振る振りむず。ちゃんさん女だし。ちゃんさんありがとう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 。うまい、うまくなりそうでならんかったな。あ、チェキちゃんありがとう。買ってくれた人ぜひぜひ、チェキちゃんカモンなんですよ。途中から男にしちゃった。こんばんは。ツインかわいい。ババシュン最近全然かまってくれないけど元気？チャーンさんありがとう。構成力はさすがやね。やった。かわいいね、クマちゃん。キノコの中にクマちゃんが入ってる。秋って感じ。かわいい。いこう。確かに即興私どんだけしてきたんだろうね、ショールームで。デビュー、とうとうデビューします。みちさん何デビューするの。ゆきちゃん台本ない方がいいよね。さきょうさんこんばんは。アドリブの天才じゃん。マナちゃん言ったら、そりゃバレてる。ふざけんな。マナタン、はじめまして。それでもしてるってことはチェキちゃんもね。そう、チェキちゃんもするこの後。本当はね、今日はしない予定だったんだけど、そう、続いちゃってるから、しない予定だったんだけども、あの、リクエストが、そう、数人いたからちょっとだけ枠を用意した。